客入りはあまり良くないな。この立地なら潰して飲食店にでもした方が良くないか。夜になればもう少し埋まるかな。飲食店にするのも悪くはない。なんで門国警署のエリートがここを潰す話なんかしてるの？このゲーセン、筐体のラインナップが本当通好みだな。こんなに音ゲーが充実してるところなんてないや。スピーカーもいいやつだよね。高音、中音、低音、どれも確実でクリアな音が出る。スピーカーだけじゃないぜ。ケーブルにも金をかけてるから音の広がりが違う。ここが潰れたら困るんだけどな。もしそんな話が出てるなら、ネットで存続のための署名運動やるよ。いい？ありがとう。俺に許可する権限があるかどうかわからないけど、そんなことを言ってもらえるのは嬉しいよ。俺もこの店のファンだ。応援してるぜ。ありがとう。ありがとう。サイトを立ち上げたら教えてくれよ。俺も署名する。わかった。メアド教えてくれる？これが俺のアドレスだ。お前のも教えてくれ。オーケー。あ、店長のメアドも教えてもらっていい？ああ、何か分かったら連絡するよ。なんで俺にはメールアドを聞いてこないんだ？ケーブルのこだわりにまで気づいてもらえたのには感動したよ。音を聞いただけでそこまでわかるなんてすごいね。実はオーディオ店でバイトしてたことがあるんだ。リリーさん、ちょっと頼みたいことがあるんだが。なんだ？あんた結構顔が広いだろ。人探しを頼めるような人物に心当たりはないか？人探しか。高金を払えばやってくれそうな人間は高価界にもいるんじゃないか？高価界の人間に頼むとややこしいことになる。だからあんたに頼んでるんだ。ややこしいことになる？一体どんな相手を探してるんだ？借金取りに追われて行方をくらました昔の知り合いを探してる。だがその借金取りがダークタイガーと天上界の混成なんだ。迂闊に高価界の助けを借りると高層沙汰になりかねないだろう。
なるほど。事情は分かったが、そういうことなら探偵にでも頼んだらどうだ。ダイはまだタイにいるか？数ヶ月前に香港に戻ったと聞いている。連絡がないのか？情報感謝する。本人に確認する。フォンヘイ、その人探しは緊急性が高いか？そこまで高いわけじゃないが、あまり悠長に待ってるわけにもいかない。知り合いが探偵事務所を開いたかもしれない。だが本人かどうかの確証が取れていない。なんだそりゃ。本人との連絡手段がなくてね。解説したのが本人であれば信用できる相手なのは間違いない。だが本人の顔と経歴を使った成りすましである可能性もわずかながらある。それを俺が確認してこいと？そうしてくれるとありがたい。もし本人でなかった場合は私が責任を持って代わりを手配する。こんなことになるとはな。まあいい。本人かどうかはどうやって確認してくればいい？このサイトに載っている写真と同一人物かどうか見てきてくれ。顔だけでいいのか？他に確認するポイントは？あんたからの紹介だということは言わない方がいいのか？万が一別人だった場合に備えて私の紹介だということは伏せておいてほしい。あとはそうだな、本人だったら正義感の強い相当なお人よしだ。頼みもしないことをやると言ってきて驚くかもしれないが、悪気はないので許してやってくれ。ずいぶん親しい相手のようだな。それなのに確証が取れないのか？たった今このサイトを見るまで知らなかったんだ。向こうに知らせたくない事情があるなら尊重したい。人のことは言えないが、あんたもいろいろ大変なんだな。早速明日にでも行ってくるさ。報告を待っててくれ。やっぱり本人のようだったぜ。ご丁寧に刑事時代の ID カードのコピーまで見せてくれた。見た目はそのホームページの写真からだいぶ変わってるな。だからその写真を使ってるのかもしれない。どう変わっていた？それは本人に直接会って確かめたらいいんじゃないか？あんたの言う通り、とても真面目で親身になってくれるいい奴だった。紹介してくれてありがとうよ。探し人は見つかりそうなのか？それは神の水を知る。だな。見つけてほしいのは山々だが、あまり簡単に見つかると借金取りも見つけやすいってことになる。そういえば、見つけてどうするつもりなんだ？ずいぶん世話になった相手なんだ。金に困ってるなら力になりたい。それでわざわざ探偵にまで頼むのか？人の良さでは、大といい勝負だな。それはどうだか。探偵さんには随分説教されたぜ。ライが説教？詳しくは本人に聞いてくれ。どうもこの件は俺から直接は言いにくい。
ライには話せるのにか？俺は古風な人間でね、女相手にはどうしても身を張っちまう。なるほど。しかしそれなら私もライから聞かない方がいいんじゃないのか？こちらが隠し事をしていることに罪悪感を感じるぐらい真摯な対応してもらったんだ。本当はあんたの紹介で来たってことも隠し続けたくない。ふむ。わかった。そのうちこちらからコンタクトを取ってみるよ。ちょっと、この子誰の子？ごめん、私が連れてきたんだ。本当は朝が子守やってる子なんだけど、朝が風邪ひいちゃって移すの嫌だって言うから。だからといってここまで連れてくることはないでしょ。教育上良くないよ。この子も来たがったの。ここで昔この子のお母さんが働いてたんだって。お母さんは誰？ここではムーランって呼ばれてたみたい。でも、ここに連れてきたって、あんたも席に着くでしょ？席まで連れてくつもりなの？さすがにそんなことはしないよ。ここで待っててもらう。僕、ステージが見たい。え？さすがにそれはダメだよ。ここでおとなしく待ってて。客席でおとなしくしてるから、それでもダメ？ダメ。私が一緒についててあげられるわけじゃないんだから。なら勝手に隅っこで見てる。それならいい？もっとダメ。ゲーム機貸してあげるからここで待ってなさい。ダン、もしよければこの子を四章に同席させようか？リリーさん、そんな、ジュニアさんも迷惑でしょ？名前は？ウォン・ヤシン。シンって呼んでくれればいいよ。オーケー、シン。客席では、喋らずおとなしくしてられる？うん。ステージに立っている間以外は私が同席して見てるよ。勝手に抜け出されるよりそっちの方が安心だろ。そうだよ。じゃないと僕勝手に抜け出すよ。リリーさんがいいって言うならお言葉に甘えます。よろしくお願いします。本当に行儀よくしてるんだよ。Yes, Mom.平気なの？ジュニアってムーランのこと気に入ってたじゃん。そうだな。何か問題がある？例えば、
もしもジュニアが彼女の忘れ形見を気に入って引き取りたいとか言い出したらどうするの？ずいぶん想像力が豊かだな。犬猫じゃあるまいし、彼はそう気軽にそんなことを言い出したりはしないよ。けれど仮にそうなっても、ゴーヤ本人がそれを望んで彼も相応の覚悟を持つなら別に問題はないだろう。つまりあんたはそういうことにこだわらないんだ。こだわるも何も、私が彼の選択に口を挟む権利はない。あら、そうなんだ。あんたとジュニアって本当に恋人同士なの？どうかな。気になるなら四社王に確認してみればいいんじゃないか。わかった。その答えで十分愛されてるって自信はあるのね。その子は今日だけちょっと面倒を見ることになってね。ムーランの息子だ。ウォン・ヤッシンです。シンって呼んでください。そうか、ムーランのヤン・ヨンシャオだ。君のお母さんの歌声のファンだった。会えて嬉しいよ。こちらこそ、母のことを知ってる方に会えて嬉しいです。よろしくお願いします、ヤンさん。シン、君はいくつだ？11になります。君の父親はウォンマンジンだよな。そうです。父もご存知なんですか？シン、あなたの父親はなかなかやんちゃだろ。彼と比べるとあなたがとても礼儀正しいことに四社は驚いてるんだ。なんだ、リリーさんもあの人のこと知ってるんだ。ゴー、君の父親とは同居していないのか？同居？知ってるけどほとんど会話はないよ。母さんが死んでからはあの人が連れてくる子守の人に大体面倒を見てもらってる。あんまり長続きする人はいないけど、今の朝は割と続いてる方かな。朝はゴーが家にいない間はずっとあなたと一緒にいるの？さすがにそこまではしてくれない。あの人は基本的にあまり家にいないし。ねえリリーさん、僕将来はこういうところで歌を歌ったり踊りを踊ったりしてお金を稼ぎたいと思ってるんだ。時々遊びに来ちゃダメ？それは認められないな。こういう場所には分別のない大人がたくさん来る。子供にとっては危険な場所だ。そっか、
じゃあ何歳になったら来てもいい？大人になったらね。大人っていくつのこと？アキューは16の時から年をごまかしてこういうとこで働いてたって。僕もできればそうしたいんだ。自分で稼げるようになれば家を出られる。どうして家を出たいんだ？ひょっとしてゴーから殴られたりしているのか？さすがにそれはないよ。でも殴られて傷跡の一つでも作った方が説得力はあるのかな。わざわざ殴られなくてもネグレクトが確認できれば保護の対象にはなりうる。保護って施設とか里親のところに行かされるってことだよね。そしたらこういうとこには来れなくなるよね。それはそうだろうな。で、ゴーから何をされてるんだ？言いにくいことなのか？何をされてるかって話なら、むしろ何もされてない。僕はあの人みたいな武闘派じゃないから、喧嘩に勝てないんだ。別に喧嘩に勝ちたいと思ってるわけじゃないから、それはいいんだけどさ。どうして傷ができているのか尋ねられても答えられなくて、もしあの人がそれに怒って出てくると大変なことになっちゃうからね。でも言わなかったらあの人は怒って僕が白状するまで問い詰めようとする。それで僕が思わず泣いちゃうともっと怒るんだ。なるほど。でもそれが家を出たい理由なのか？もともとあの人にとって僕はいらない存在だったんだと思う。母さんが生きてた頃は僕はほとんどあの人と直接話したことないし、母さんが死んで僕のことを持て余してるのがよくわかるんだ。本当は僕のことなんかどうでもいいのに、親だからといって心配してるふりをしようとしてるんだよ。だから僕がちゃんと返事をしないと怒るんだと思う。そういうことだよね。シン、今の君に俺の言葉が届くかどうかわからないが、俺もかつては君と同じ立場だった。黒社会組織に所属する父親を持ち、母親を若くして亡くし、父とはずっとろくに交流がなかった。父の職業が原因で喧嘩を売られたこともよくあったよ。黒社会組織に所属する父親が子供と積極的に関わらないのは珍しいことじゃない。自分とは違う道を歩ませたいと考えていたらなおさらだ。もちろん全ての親がそう考えているとは限らないかな。だからといって必要な保護が与えられていないのならそれは問題だ。必要な衣食住や教育を与えられていなかったり、暴力を振るわれていたりするなら相談に乗る。家を出て自活するというのはおそらく君が想像するより大変なことだ。だから勝手に家を出るというのは最後の選択にしてほしい。ねえ、じゃあ僕が頼んだらヤンさんが僕を引き取ってくれたりする？そんな重要なことをそう簡単に決めるわけにはいかない。ゆえの意見も聞いてみなければな。なぜ私に意見を求める？あなたの選択は私が口を挟むような問題じゃないだろう。
ひょっとして二人は夫婦なの？俺はそうなりたいと願っているが、ずっと断られていてね。それでも彼女が俺にとっての大切なパートナーであることには変わりはない。こういう重要な決定には助言をもらいたいと思っている。もしあなたがこの子を引き取りたいなら、私とは距離を置くべきだと思う。私の存在はきっとこの子にいい影響はあまり与えない。教えられるのは喧嘩の勝ち方ぐらいだ。朝やアキューからリリーさんはここで歌ってる人だって聞いたんだけど、ひょっとしてそれは冗談で本当はここの用心棒なの？少なくとも歌より護身術の方が得意なのは間違いないな。俺は彼女と距離を置くつもりはない。君の相談に乗ることはできるが、彼女がそういうのなら引き取るのは難しい。すまないな。その代わりと言ってはなんだけど、喧嘩に負けたくないなら時々ここで護身術を教えてあげるよ。ただし私のステージがある日で、朝かタンが送り迎えできる日に限るけどね。一人で勝手に来るのはダメ。護身術のレッスンが終わったら帰る時間まで舞台の袖でステージを見てていいよ。本当にいいの？ゆえ、本気なのか？話を聞く限り、早急に解決しなきゃいけないのはこの子のいじめ問題だろう。出自をネタに集団でいじめるような連中には残念ながら実力行使が一番有効だ。護身術を覚えたところで、この子は私のように暴力で全てを解決するような子にはならないよ。きっとあなたのように踏みとどまる。いじめ問題が解決してから二人ともどうしたいのかゆっくり考えればいい。ごめん、なんか初対面の人に言う話じゃなかったよね。自分でそれに気づけたなら今はそれで十分。でも今度からはあまり知らない大人にそういう事情を話さない方がいい。世の中にはそういう子供の純真さにつけ込む大人も少なくないからね。わかった、今度から気をつけます。リリーさん、ヤンさん、ありがとう。それではよろしくお願いします。相変わらずの楽観主義なのか、それとも予算の問題なのか。Cさん、どうしてここにいるんだ？後ろから抱きつかれたら、まずしゃがむ。
そして相手の足を踏みつけながら勢いよく立ち上がる。相手の顎を思いっきり下から頭突きするんだ。相手の手が緩んだら振り向いて相手の腰をつかんで股間を膝蹴り。そうやって相手がひるんだら相手の鼻の穴か目に指を突っ込む。どちらも鍛えられない部分だからダメージが高い。リリーさん、何やってるんだ？知り合いの子なんだ。いじめ対策に護身術を教えてる。護身術ってガキの喧嘩だろ。目つぶしを教えるのはやりすぎじゃないか？あなたならどう教える？そうだな、まず両手で頭を守る。攻撃されたら距離を保って腹をめがけてパンチだ。昔ボクシングをかじってたんだ。俺でよければあんたの代わりに教えるが。シン、どっちに教わりたい？リリーさんには申し訳ないけど、おじさんの方がいいかな。おじさんか。俺はフォンヘイって言うんだ。今度からそう呼んでくれないか？わかった。フォンヘイさん、よろしくお願いします。さん、もういらねえよ。呼び捨てていい。リリーさん、私今日はもう帰ります。ちょっとショックなことがあったんで。ひょっとして朝に何かあったのか？いえ、そうじゃないんですけど、ショークラブ NASA って知ってます？そこのパンサーっていうダンサーが逮捕されちゃったんです。知り合いなのか？知り合いっていうか、そのかなりのファンだったので。なるほど。シン、帰るよ。リリーさん、フォンヘイ、今日はありがとうございました。またな。またね。ライに会ってきたよ。それはよかった。開業を知らせてもらえなかった理由もわかったのか？ああ、心配をかけたくなくて仕事が軌道に乗るまで隠しておくつもりだったらしい。そいつは、俺も男として気持ちはわかるが、あの探偵さんの仕事ぶりじゃ当分先になりそうだな。あなたの探し人についての事情も聞いたよ。倹約家だったのはそういう理由だったんだな。あんたそんなとこまで見てるのか？オーナーとその息子のお気に入りだとは聞いてるが、ひょっとして従業員のお目付け役なのか？だとしたらどうする？ライには人探しのヒントまで教えてきた。感謝ならともかく、恨まれる筋合いはないと思うが。確かにその通りだ。仮にお目付け役だったとしても、それであんたへの恩義が変わるわけじゃない。しかしあんた一体何者だ？さっきの護身術での身のこなし、何か特殊な訓練を受けてるんだろう？実は PTU 出身なんだ。そうなのか。道理で隙がないと思ったぜ。
すまない、冗談だ。過去の詮索は控えてもらえないか。冗談なのか。まあ誰にでも隠しておきたい過去はあるわな。わかった、これ以上詮索はしない。必要な時には開示するよ。それでは